お疲れ様でです吉さんちょょっと顔焼けたでしょ土曜日日曜日とねちょっと屋外にいまして土曜日は公園に行って、えー、結構3時間4時間、あのー、遊んだんですよねで昨日は遊園地行きましてやっぱ暑かったですね、うん、季節の変わり目を感じましたで今この4月でこれですからね人でも多く出てましたけどもみんな日焼け対策したんでしょうね まあ私、うっすらと焼けた程度なんですけども、あの、ちょっとだけね、あの、塗っていったんで。いや、もうね、夏みたいな感じですよ。昨日もね、T シャツ一枚でしたしね。うん、いやー、季節は移り変わっても、こうやって、YouTube 中心としたネット活動で生き延びている。うん。いや、なんかすごいっすね。10年前っていうか、それ以上前か。もう、麻雀店の頃はね、うん、海に行ったりとかね、山に行ったりとかね、そんな、 余裕っっていいうううかかねそこを楽しもうっていうふうに思わなかったですよ常に金金金金と、まあ、今も金金は同じなんですけどもでもずっとお金を意識している以前と今と違ったのはどうやってお金を借りようかなっていうふうに日々虎視眈々と人を狙っていたあの頃と違って、まあ、今はそこまで思ってないんですけどもだけども誰の悩みを解決しようかなとかね誰か困った人いないかなって、まあ、そんな感じですよね。 で困った人を困らない状態にすることによってまあ私は報酬を得ているって感じですかねだから世のため人のためっていったら大げさかもしれないですけどもまあでもなんかねやっぱり人のお役に立てることによって私の生活も逆にね悩みが減っていくということで人の悩みを解決すると自分の悩みも解決できるという、まあ、まさにこう等価交換っていうのかな。 10日じゃないかもしれないけども不登下交換かもしれませんけどもなんとなくバランス取れてますねまあそんな日々をこれからも過ごしていこうかなと思いますうん1年前5年前いやー10年前のね動画にコメント入りますねコメント入るんですよ私ね吉野さんあの「明日のジョー」の矢吹ジョーがねあのラストシーンで死んだのか死んでないのかっていう動画を出したんですよこれにねいまだにコメントがつくんですよ 明日の上ね、補正面動作と試合が終わった後に、あの、最後ね、カシナノリがレフェリーから出る、その直前にコーナーでこう,うずくまってね、動かなくなってしまったと。で、これは医学的に生きてるのか死んでるのかっていうことをね、評価してくださる方もいて、あとなんと言っても原作者の方がね、いや、これは実は生きていて、 その後ね、こういうストーリーがあるんだよっていうふうなのね、語られてるんですよ。なのに、なのに、なのにですよ、コメントで、いや、これは死んでるんだ、とかね。<laughs> いや、原作者語っとるやん、みたいな。<laughs> なのに、そういうふうな書き込みをする人がいるというね。まだこれは死んでるんだ、みたいな。生きてはいないんだ、と。親の考察はおかしい、いやいや、原作者の方が言ってることを元に動画撮ったんだけどな、とかね。不思議ですね。 じゃあ今日も不思議に行ってみましょう。じゃあ。